じゃん。まずは頭伸ばす前に打てば OK。 ちょっと上に飛んでったアイテムがあのままエリジェンで消えたんですか。迷惑行為やめてます。ガッツマンの。ガッツマン。わかる？俺が何やりたい。これ、こうやってやった。え、なんこれ？ガッツマンめっちゃ作ってる。ガッツマンめっちゃ作ってるよ。ガッツマン大量生産してる。ちょっと一回エレキちゃんをガマ使って先を見に行きます。先を見ないと話になる。お、いいぞ。ほう。なんだこれ。あー、そういうやつか。いや、これちょっと俺はこういうのね、お付き合いしたくないタイプ。ガムシ。あ、ワンナッパーね。これ何？あれ？吸い込まれた。あ、ボンバーマンだ。ボンバーマン何言われる？ボンバーマン何言われる？アイスマン？アイスマンはファイヤーマン。見て。ファイヤーマン。あ、ファイヤーマンかな、これ。まあ、結構いいですけど。ファイヤーマンじゃないかもしれないけど。ファイヤーマンはちょろめ。え？どうすんの？あ、戻んの？連戦だもん。ファイヤーマンだって、お前アイスマンだ。さすがに。お前さすがにアイスマンだ。はい？え、あんま言ってない。え？ちょっと怪しい。あ、まあまあまあ、でもこれだろうな。これだと思う。オッケー。これだろうね。なんか、蹴りがいまいち。ほんとなんか、はぁ。くそか。やってくれるじゃねえか。まずあいつら出てくるのが待ってた。今はね、多分逃げ落ちないんだ。あ、だって、ダメージ食らってもいいよ。一撃で死ぬよりずっといいから。あれ？もうこれ。どっちやな。自由だ。おーい！あ、どこ打ってんのお前、バカなの。ちょっと、右押してないといけないんだ、これ。なるほどね。失礼しました。何左打ってんの。左にいないでしょ。あー！これ結構シビアだな。打ってさえいれば確実に抜けれるってものでもない。いかん、もう HP 減りすぎてる。今の当たってほしかったな。実際あれなんですかね、ボスのとこで残機があるとボスのところからできてるのかな。どうなんだろうね。あの風車みたいなのちょっと気になるんだよ。そんなスッと降りるもんじゃなかった。ですよね。あれ点数っぽいけどな、アイテムって感じには見えないな。ファイヤーマン。自分のバフ関係ないの。近づいたら変わるかなって思ったけど、あんま関係なかった。俺前回ファイヤーマン勝った時なんかバタバタしたらなんか勝ったんだよ、よくわかんない。
1だよこの状態でどないせよ。ここまでコンティニューなしで切ってコンティニュー入れてもらうって感じがいいかな。これ確かね雷になります。この最後っぺで死ぬかどうかが問題だから。マジか。お前投げるもんなくね。あ、そっか。お前どっからか入ってこれ。投げるもんどっから持ってこれちゃうおじさんだ。爆弾かな。爆弾なのかな。あ、でも爆弾入りやすそう。あ、これだ。これですね。勝った勝った勝った。いい。1ですごい進んでる。大躍進。ボスか。ついにボスか。で、ここからコンティニューさせてほしいんだけど。あ、それが回復してもな。体力が。あ、そっか。あ、ワイリー本人じゃないこれ。あ、来て来て来てる来てる。なんだこれ。なんだこれ。あ、そこが弱点みたい。あ、ちょっと、もうちょっと足元入らなきゃダメですね。オッケー。やったー、来たぞ、来たぞ、来てるぞ来てるぞー。オッケー。ちょっと、濃紺であそこまで行くのを頑張りましょう。ボンバー。な、お前。嘘だろ、お前。アクティブボール。こいつ、ここは問題結構。こいつをちょっと安く倒せないっていうのは。いや、これ。いや、俺も死んだわ。どっから。あ、オッケー。これはかなり助かる。あ、こっからか。こっからになるのか。俺こいつきついなマジで。もうなんかなりふり構わず打ちまくった方がいいのかな。そんな感じかな。こいつをなんとかダメージ少なく切り抜けれないと話にならんの。こいつはちょっと手ごてるぞ。こいつはもう慣れた。だいぶ慣れてきた。アイスマンのエネルギーはなかった。しまくった方が嫌だな。これプラウト一体になるね。から攻撃しやすいやつがいいな。これとかカットマンとかね、なんかあの懐に入って攻撃する感じだったもんね。ファイヤーマンをちょっと探してみようか。よし、いいぞ。悪くない。こっからコンテリ出してほしいんだけどな。ここまでスーッとくればね。第一形態で終わるかどこも思えないし。あ、そんな感じなんだ。なるほど。はっは。スライディング惜しいね。
シリーズが違うんだけど。あ、痛えな。あ、でもあんまりなんかサンダーあんまり効いてないな。もうちょいなんかダメージ通るやつ探した方がいいっすね。なるほど。食らいすぎだ。おクラウだ。オッケー。いやー、よくないな。食らいすぎてる。この先なるべくノーダメージでね、ワイリーもいければ全然いいっすね。これ死んだ時にこっからやり直しになる可能性が高いのがちょっときつい。マジか。 OK。 見て、爆弾だよね。この辺は余裕ですね。ハムしてます。それよけれないから。おちょちょちょ、バカなのこいつ、マジで。隅に追い詰められた。マジか。このパターンもあるのかな。いやいや、いかんじゃん。ちょっと人プレイが多い。これは次を乗り越えられない可能性がない。あ、でも今までに比べるとだいぶここ効率よくいくようになりましたね。来る可能性があるのはちょっとやばかったな。遠くにいてくれる分にはいいんですけど。いや、絶妙だった今。全く動けない状態。なんだ、これここで終わる可能性が高い。ワイリーまで行けねえから。山なりを見ると近づいた方がいいってことなんだ。スライドするとダメですね、これ。打ちまくったら本当にいい。ガッツマンを抜けられなくなってきた。もう死ぬしかないからな。もう夢がないんだよな、この時点。近づいて来られたら終わるな。あー、いかんいかん。いかんぞ、これは。集中力が切れてきてるな。ちょっと休憩してからやろう。よくないねー。いや、ちょ、お前勘弁してまずその近づいてくるの。ちょ、俺無理じゃん。お前なんだよそれ。嘘だろ。
やめて。これボンパーがいいのかな、ロックバスターの方がいいのかな、なんか悩ましいところですね。あ、いい、ちょ、いい、いい、近寄ってこないパターン。いいよいいよいいよ、そうだな、何か早くしとこうかな、元気かな、こんなのだったら。いやいやいや、ストレートに来た、オッケーオッケー。でも微妙に上達してる、あと運もあるね、やっぱね。これ何に弱いかだな、最初。前回雷微妙だったんで、ちょっと試していきましょう。カットをかけて、カットで、あ、ファイヤーだ、めっちゃ減る、これだ、オッケーオッケー、わかったわかった、来てる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 よ、トイレ行きたい、よし行きましょう、ファイヤーファイヤー、明らかにメリメリって減りました、火に弱いようには見えない。なんかよくわかんないけど火に弱いらしい。よっしゃよっしゃ、あ、当たるんだよ、何に当たる方がやばい、オッケー、これ、おー、いいぞいいぞいいぞ、で、え、どこ狙うの、あれか、これ火じゃねえ、何撃たれる、あ、この光の弾か、おおお、ワイリーに直で当てた方がいいとか、この角度だとちょっと他のカットとかの当てですよ、あ、これかな、すげえ減らない、2発当たってる気がする、今どっから出てるか、あ、いいねいいね、これだこれだこれだ、めっちゃいい、いけるいける、3発当ててるかも、あれこいつなんかこれパターン雑魚くない、もう1ケータぐらいありそうだね、あ、どうした、おー、いった、やったー。割とサクッといったー、あー行きましたね、大変だったな、このボスの連続のとこは結構きつかったっすね、ドギザー、はー、なんという達成感。すごい達成感だよ、おー、エンディングだ、やったー、やったよみんな、クリアした、大変だった、でも面白かった、でもすごいなこのゲーム、ほんとファミコンとは思えないぐらいなんかいろんな要素があって楽しい、はい、記録か、平和を守るぜ、かわいい、かなり疲れました、面白かった、ちょっとね、このクラシックコレクションってやつは1から6まで入ってるんですけど、まぁ、あ、ちょっと隙間を見つけてまたね続編というか2以降もね、ボツボツ、おー人の姿になってる、ボツボツやっていこうかなと思ってます、こんな髪型だったかな、なんかね何作目かのところで髪がこう風で揺らいでるみたいなシーンがあったんで、こんな角刈りみたいな頭じゃなかった気がするんですけど、ワンの時点でこの髪型だったんですけど、ちょっとなんかアトムみたいな感じ。ロックマンをね、作ってくれたライト博士って人がいるんですけど、この人はまだこのゲームは出てこないのかな。あ、イリュウリ出てきた、出てきました。出てきた、出てきた。かわいい。やったー。いや、戻りましたね、これで。オッケー。ではですね、ロックは終了したいと思います。またね、2以降やっていこうと思いますので、よかったらまた見ていく、見に行ってください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。